ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も3連戦を振り返る昨日時間ですが、はい、はい、はい。はい。ねえ。ねえ、なんかね、交流戦終わってから、早くもなんかいろいろありますね。まあまあそうだね。うん。まあ地方遠征、はい、遠足に行って、ね、いろいろあったよね。そうですね。この3連戦はね。うん、ね。ああ、まあ天候不順。そうそう。そういうこともあって。そうですね。まあ地方行ってね、雨で流れると、ね、えもう本当に年一で見ようと思ってた人たちが、ね、ちょっと残念な思いをするっていうのはね、うん、ちょっともったいないこともあったんだけども、まあね、そうだ、まあ、ね、うん、どうしようもないとはいえちょっとね、まあそうだね、まあ、選手の人たちも地方だったらね、ちょっといつもと違った環境だからいろいろとね、うん、思うこともあるだろうし ね、まあ、うね、はい、で思惑通りに行かないこともあるよと、もう本当にね、なんでこうなっちゃうのっていうようなのことも、うん、まあ、多々あり、いろんなケースで、まあ、いろんなケースでね、うん、あり、看板やちいちゃん今日もよろしくお願いしますということで、はい、早速今日からね、ちょっと伝え方を少し変えていって、うん、まあ、3連戦じっくりやるんじゃなくて、うん、3連戦を見た中のピックアップというか、うん、まあ、そういうお話をねちょっとしていきたいなっていうような ね、 ね、もうなんかね、全体を見て、まあ、今まではね全部を細かくお伝えしてたんですけど、そうそうそう、はい、こう何が本当に言いたかったのみたいなところにもなってはいけないので、まあまあ、ね、はい、本当にこう見てみてね、3連戦を見て、うん、まあ、印象に残ったこととか、大事なこと、やっぱ今の状況だとか、そういうのをね、うん、ちょっと伝えていきたいなっていうふうに思います。はい、少しでも分かりやすくお伝えできればと思います。はい、まずは、はい、はい、セ・リーグね、こうなりました。はい、はい、セリーグは、はい、ジャイアンツとヤクルトの試合が、まあ、1試合流れたからね、地方行ってね、もともと2試合の予定だったんですよね、っていうところで、それ以外は3試合ありまして、はい、はい、阪神対中日は阪神が2勝1敗の勝ち越し、うん、広島と DeNA は広島が3連勝、うん、はい、でジャイアンツとヤクルトはヤクルトが1勝ということです。はい、はい、ではまず阪神と中日から、うん、ね、1試合目西勇輝、うん、で2試合目大竹で今日村上と、うん、で中日の方は柳、高橋、松葉ということでね、はい、で2勝1敗になるわけだけども、はい、やっぱり1戦目とか見てると打順の組み替えをしてきた、うん、まあ、例えばその前川が、ラインナップに入って3番を打ち、うん、大山の前でね、まあ、プロ入り初の猛打賞を打つとか、はい、まあ、非常な活躍を見せてね、うん、まあ、大山のホームランも引き出したというようなね、うんうん、まあ、そんな活躍があったよね、うん、で中日の方はね、はい、やっぱ見てると3点取って5対2の時に、うん、また阪神がノーアウト満塁になるんだよね、はい、3点取って5対3の時、5対3の時にね、はいはい、で糸原がね、うん、ボール球のボールを、高めのボールをね、ポップフライを打ち上げて、次梅のサードゴロ、まあホームゲッツーは取れなかったにしても、あそこを一つアウトに取って、そこを0点に抑えとけばやっぱ流れが変わったよね。だからそういうことを意識しながら、この回をピンチだけどゼロに守ったら必ず俺たちの流れになるという意識があって守ってたかどうかだよね。だからその意識っていうものがすごく大事で、だからみんながそういう意識を持ってやると、中日は若手を使ってきてるし、うん、そういう野球を覚えていくと絶対強くなるからさ。なるほど。ああいうところでエラーが出ちゃうとさ、うん、ちょっとしらけちゃうんだよね。うん、みんな見てるファンも、まあ多分阪神ファンだけだよ、喜んでるのは、うん、ガクッときちゃうんだよね。だからまあそういうところがもう少しな、うん、で柳がね、はい、甲子園で勝てない、これは対策をちょっと、練らなきゃいけないかなっていうふうには思うけどね。これはあれですかね、やっぱりこう相性とかってありますか。まあ相性とかもあるよね、うん、やっぱ投げにくさとか、まあ、そういうこともあるだろうし、まあ、甲子園の雰囲気っていうのが、あ、まあ、柳は嫌なのかもわからないし、まあ、これはね、うん、これはわからないけども、うん、まあ、ちょっとね、でも11対3とね、解消したという、うん、で大竹村上っていうのが投げるんだけども、はい、大竹がやっぱりゲームはしっかり作れてるね、うん、
ただこの試合4対2で負ける、はい、ただ追いついたまでは良かったよ高橋宏斗に、はい、やっぱ苦しいながら近本が同点タイムリー打つとかね、うんうん、まあそういうこともあったりとか、まあ、したけども、はい、まあ、結局こう島本とか、あ、島本か、はい、まあいいフォークボールだったんだけどさ、はい、まあ、128試合目で負けたのかな。うん、それまでプロ通算負けがなかったというピッチャーなんだけどもさ、はい、まあ、そういうジンクスも消えてね、うん、島本が一番いいんじゃないかっていうふうに思えてたんだけども、うん、まあ、負けちゃったというね、はい、ただ、まあ、3戦目村上さすがだね、ちょっと間隔が空いただけにちょっと疲れが取れたかなという感じがして、まあピシ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 いくね、やっぱりね、うん、このピッチャーはね、今日はねちょうど100球、はい、7回100球5安打6奪三振、うん、はい、フォアボール1つ、はい、はい、でねピッチャーの方はね、うん、まあそこそこまあ阪神の方も投げてきてたんだよね、うん、ただそのまだ抑えとかセットアッパーだとかそういうことが確立されてない、確立されてたんだけども崩れてた、うん、まあだけどこの3連戦を見ると、うん、投打とも絶不調だったんだよね、うん、阪神って DeNA とやったと、はい、前回はね、そうですね、だけどこの中日戦に関しては、うん、まあ、11点、2点、8点というふうに、うん、まあ、点が取れるようになってきた、はい、この要因は、うん、やっぱね渡辺亮がやっぱこう3番に入ったのと、はい、まあ、中野の復活ももちろんあるけども、はい、やっぱ前側だな、はい、これをラインナップに入れて、うん、今日は6番ぐらいを打たしたのかな、うん、そうですね、6番で、うん、で、2打点を上げてるというね、うん、だから渡辺亮と前側で5打点上げてるんだよね。そうですね、うん、渡辺亮選手はホームランね、ホームランも打ってるしね、はい、だからこれでね打順がね、打順というか打線がこの3連戦を見てると、うん、まあ活性化し始めるかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするよ、うん、だから渡辺亮と前側、うん、はい、この2人が入ることによって流れができる、うん、まあ、そういうふうなことを感じたね、この3連戦ではね、はい、はい、続きまして、うん、広島対 DeNA、はい、ね、床田、森下、うん、野村、はい、大貫、石田、ガゼルマン、はい、うん、まあ、3連敗を食らうわけだけども、うん、まあ、DeNA の方から言うと、はい、この3連戦で関根が止まってしまったね、あ、この3連戦で1本しかヒットがないんだよね、うん、だからそういうことから考えると今まで関根っていうのが引っ張ってくれてた、うん、ね、桑原はちょっと怪我から復帰して、うん、まだ本調子ではない、まあ、そういうことを考えるとやっぱ関根のにかかる負担っていうのは大きかったと思うけど、はい、ここに来てちょっと疲れてきてるな、なるほど、だから佐野がやっぱ絶好調だったんだよね、うん、この3連戦っていうのは、はい、だけどやっぱこう関根が前にいないっていうのがさ塁に、はい、なんかこう無駄打ちっぽくなってしまったかなということは言えるよね、なるほど、まあ、それと、うん、エスコバはいがやっぱこう左に対して打たれて、勝ち越されたとかさ、うん、三島が打たれた追加点を取られたとかさ、うん、だから、まあ、そういう面ではやっぱ多少疲れが来てんのとやっぱちょっと DeNA の流れが変わっちゃったかなというね、はい、うん、まあ、そんな感じがするんだけども、まあ、3連戦目の最後の打席、はい、牧がホームラン打ったね、はい、あれでまだ踏ん張れるかなっていうような感じがする、うん、ね、最後ね、うん、牧選手だからああいうね展開になってくるとやっぱ体に力が入らないとかなっちゃうんだよね、はい、でも牧がそうじゃないね、最後まで抵抗しようぜみたいなホームランだったんだけどもさ、はい、あれはやっぱ俺が見ても諦めてない、うん、いいホームランだったなっていうふうに思うよね、なるほど、だから3連敗はしたけども、うん、まだまだいけるかなっていうな、はい、そんな感じがする、なるほど、はい、で逆に広島、うん、3連勝した広島、はい、新井監督が冴えまくったねこの3連戦、なるほど、まあバントも使いながら、うん、野間にバントを やらして次のバッターが、まあ、秋山とかね、うん、まあ、決勝点を叩き出すとか、タイムリーを打つとか、うん、まあ、そういう導き出しをしたよね、は
はい、だからそれがやっぱりこの3連戦では素晴らしかったなっていうのと、あとはねノーアウト 1,2 塁から矢野がバントして失敗したんだよね。で強攻に行ってショートフライに終わって、はい、うん、で次森下、はい、これねピッチャーの森下、そうそう、はい、ピッチャーの森下でね、普通だったら一番打たせて菊池にチャンスをあげるかなと思って、うん、そうですね、森下にバントをさせるかなって、ピッチャーですしね、ピッチャーだしね、うんうん、そしたらさ強攻だったんだよね、うん、で石田もやっぱこうまっすぐを安易に投げるんではなくてスライダーで誘いに行ったと思うんだよね、はい、それをものの見事にホームランをした。いや本当ね、 あそこで打たしたっていうさ、うん、新井監督のその勝負感っていうのが、あ素晴らしかったなと思ってね。何かそういう風に決め手は何かあったんでしょうかね。いやまあ森下もバッティングは悪くはないんだよね、うん、まあ、あのピッチャーの中ではいい方なんだよね、うん、だからまあ期待はしたんだとは思うけど、あそこまでの期待はしてなかったと思うよね、うん、ねホームラン、うん、だからこのホームランっていうのは2戦目のホームランだけど、はい、2試合目のね、はい、これはやっぱショックが残ったよね、うん、うん、打たれた側としてはね、そうそうそう、打たれた側とすればね、打った方としてはもうしてやったりだよね、うん、うん、だけど森下がヒーローインタビューの時に、うん、ね、どういう感触でしたかって言ったら、よく飛びましたみたいな、いやいや感触聞いてるからみたいな、まあ興奮状態にあったんだろうね、まだね、そうね、まあ、面白いインタビューだったけど思ってたより飛んでたって、ね、そうだね、うん、でね3戦目にね、はい、野村が投げるんだ、うん、で久しぶりだったんだよね先発がね、はい、でよかったよ、うん、結果的には、はい、野村投手6回投げましたね、はい、74球3安打そう、三振、そうそうそう、はい、いやだからやっぱ野村も使えるようになってきたらさ、うん、だから非常に、なんていうか幅ができるというか、うん、ああこれなんか優勝ヤクルトがねかつてその優勝した時のようなヤクルトが、うん、なんかねそういう雰囲気をねなんか持ってきてるね、なんか似てるというか、こうあのね真中がね、うん、監督やってる時のヤクルトの雰囲気、うんうんうん、やっぱね上位にはいけなかったんだよね、うん、ずっと、はい、だけどポコッとも上行ってそのまま逃げ切ったというシーズンがあるんだけど、でもその時のねチームの雰囲気もよく似てるんだよね、それ思い出しました、思い出した。でね坂倉がやっぱりね本格化してきてる、お、うん、まあ、西川がいい、うん、秋山が戻りつつある、うん、やばいいよね、それとね、うん、やっぱり広島が3連覇した時の、うん、やっぱり二遊間、はい、菊池、うん、田中康介、うん、これがやっぱりいいコンビネーションを醸し出してるよね、うん、打つ方も含めて、なるほど、だから侮れないよね、うん、広島いいよ、もうねこの3連勝で2位 DeNA と 1.5 ゲーム差まで来て、いや来るよ上ね1位、うん、2位も 1.5 ゲーム差来るよ、 1.5 ゲーム差で来ていつの間にかって感じですね、来る来るね、ね、でね阪神は次は、うん、ね巨人となんだよ、はい、で DeNA は中日と、そうですね、で広島はヤクルトと、ここがやっぱりね踏ん張りどころだよ、どこのチームが、広島が、なるほど、ヤクルトとやる、なるほど、うん、で阪神巨人で伝統の一戦、はい、で DeNA は中日、うん、でここら辺がねやっぱ踏ん張りどころだよね、本当ですね、うん、面白いと思うよ、はい、で最後ジャイアンツとヤクルト、はい、ね6対0、うん、ね、ヤクルトが勝った、ね、小沢の勝ち、ね、うん、雨で中断してそのままなんていうか試合成立したんだけど、うん、まあ小沢プロ入り初完封勝利、はい、ね、9回まではなかったですけれども、うん、ね、うん、それでねこの試合山田がスリーラン、うん、長岡スリーランで6点取るんだけど、はい、2人ともやっぱあのバットコントロールというか技術が高いね、うん、まあインサイドの本当厳しい山田が打ったボールなんか厳しいボールなんだけど、ですよね、もう本当に腕畳んでね、うん、バット抜いて、ね、まあ、詰まったって思うだろうけども
あれが強く触れたら多分ねポップフライかファールになってると思うんだけ ど、あれをレフトスタンドに運んだっていうのは、うん、山田上がってくるかなっていうの感じがしたよね。で長岡、うん、低めのボール球、はい、あれをライトスタンドに持っていけるんだから長岡も状態が上がってくるんかなっていうふうに思わせるようなバッティングだったね。まあ、見事だったよ、ね、ただ巨人の方はちょっとお疲れか、はい、お疲れまあちょっとね、うん、足並みが揃わなくなってきたな。なるほど。やっぱ主力がこう欠けるじゃない、はい、でモチベーションということが少し落ちてるかなって全体的に交流戦が良かっただけにね、はい、だから非常にちょっともったいない雰囲気になってるなっていうような感じがする。ただヤクルトはなんか状態は良くなってきてるよね。バッティングの状態はね、うんうん、ただしピッチャーが抑えないと小沢みたいに、うん、抑えないと、やっぱこうかったるいよっていう感じ。なるほど。ある程度クオリティスタートをね、うん、やってくれるようなそんな感じをしないと、うん、勝負にはならないね。はい、はい、ということで、はい、おやおや流れが変わってきたぞおやおやどうでしょう。そうですね、DeNA 交流戦優勝した。まあそうだね、まあその後ね、良かったですけど、うん、そのままその後ね阪神と首位決戦だっつって3連勝して、で3連敗して吐き出して、うん、まあだけどやっぱ疲れが来る頃かな、来る頃かなっていうのと、うん、やっぱ関根だな一番打ってる、うん、あの関根がやっぱ機能しないとあのクリーンナップが機能しなくなる。なるほど。 だからクリーンナップがクローズアップされていい、あのクリーンアップはいいなっていうのはやっぱ関根小原がやっぱ前にいてくれるから、うん、まあそういう評価になってきてたんだけど、うん、ちょっと関根頑張れと、うんうんね、まあ、疲れてるのは分かる、はいね、だけどここ踏ん張りどころだからオールスターまで、うんね、頑張れ。ただ広島は良くなってきてる。これがまたおやおやの反対ですか、うん、反対流れが変わってきたっていう、そうそうそう、うんうん、これ来るよ本当に。なるほどね。これ乗らしてきたら、うん、やっぱり勢いはこの2チームよりは勢いが出てくると思うよ。うん、うん、なるほど。阪神も良くなってきたな。そうですね、鍋亮と、うん、あの前川、はい、この2人が打線に入ることによって、うん、やっぱり非常にいい流れを作ってくる、うん、で一時期悪かった中野も戻ってきた、はい、なるほど、ね、近本も戻りつつある、うん、本調子ではないけどね、うんうん、戻りつつある。だから良くなってくるから、うん、まあ、あとは抑えだな、うん、でジャイアンツ頑張らないと知らないよっていやこれはやっぱね主力がね怪我するとねもうこれどうしようもないからね、うん、柱を失った家みたいな、うん、グラグラしてるから今の状態はね。みんなでね、じゃ支えてやっていかないと、うん、ってことですね。そうそうそう、ね、はい、まあそういうことです。はい、はい、続きまして、うん、パ・リーグ、はい、ね、パリーグね、ちょっと日程の変則で、はいはい、あの、うん、26日は月曜日なんですよね。そうなんだよね。で月曜日にちょっと1試合だけあって、はい、ソフトバンク対楽天が1試合ありまして、はい、でちょっと日程が違っているんですが、はい、あと西武と日本ハムの試合は2試合、そう、沖縄でやったからね。そうですね。で、はい、あとオリックス、ロッテも2試合だったんですよね。そう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 、はいはい、ということで、はい、勝敗はソフトバンクと、楽天はソフトバンクは2勝1敗の勝ち越し、はい、オリックス、ロッテはオリックスの2連勝、はい、西武対日本ハムは1勝ずつということです。はい、はい、ね、うん、はい、ということで、はい、まあ、ソフトバンクと楽天から、はい、ね、和田、スチュワート、大関、うん、田中、マー君、庄司、岸、はい、ね、なんか非常にベテランのピッチャーも多いし、うん、若手が入ってるし外国人入ってるしということで、うん、バラエティに富んでるんだけども、はい、まあ最初楽天が先勝する3対1、うん、で続いて2試合目は3対2でソフトバンク、うん、で今日は3対2でソフトバンクということで、はい、やっぱねソフトバンクはね、まあ、一言で言うとやっぱ勝負強いわ。うん、ここ一番って言ったところで、うん、まあ、柳田とか、うん、ね、近藤とか、うん、そういったことが決めてくれる。うん、で柳田も上がってきたし、うん、近藤も今日決勝逆転のスリーラン打ったけどやっぱ見事だね。うん、で打たれちゃいけない楽天はやっぱフォアボールがやっぱ多少絡んでるというね。うん、
だからそういう意味では非常にもったいない、そこまで来てたのにね、また突き放されるというね、はい、ただ楽天の方は田中真君が3対1、うん、まあ、勝利投手になったんだよね、はい、だからこういうピッチャーがやっぱ勝てるようになる、うん、ね、で岸、まあ、非常に良かったんだよ、はい、で継投に入ってから、まあ、逆転ホームランを食らって勝ちはつかなかったけど、はい、やっぱ田中真君、岸、うん、まあ、こういったあたりがやっぱ勝ち星をちゃんと拾えるようになってくると、うん、楽天は勢いは出てくるんだろうなっていう、うん、でバッティングの方も、まあ、確かに和田、スチュワート、大関って、はい、まあ、いいピッチャーだからね、そんな簡単には点を取れないかもわからないけども、はい、うん、まあだけど、なんて言うんだろうな、もう少しなんとかならんかいのと。いや、あのね、昨日の決勝点でも、うん、まあ、ワイルドピッチ、サード周東がね、うん、その弾いたボールを見て、ヘッドスライディングでホームに帰ってきたのが、うん、まあ、決勝点になるとかさ。やっぱもうソフトバンクはいろんなアイテムを持ってるっていうのは分かるんだけど、はい、やっぱそういうスタートを切れる勝負強さっていうのもあるし、うん、今日のそのホームラン、近藤のね、うん、まあ、勝負強さっていうのはあるよね、うん、8回に、ね、うん、もうここまで、そこは手が届くとこまで来てたのにね、岸、そう、3対2になったら、とかって言ったから、ね、いや、そうなんだよ ね、ちょっと目を離した隙に、ああ、もうこれ流れ的にはもう完全に楽天が勝つなと思うところをやっぱ諦めないんだよね、うん、うん、まあ、それとソフトバンクの方はスチュワートっていう、うん、はい、スチュワートジュニアっていう外国人がいるんだけどもね、うん、まあ、それが投げ始めた、はい、で勝ち、まだ勝ってはないんだけども、うん、まあその6回を1安打とかね、まあ、ちょっと制球に苦しむ部分もあるんだけど、4つのフォアボールとかね、はい、そうですね、うん、だけどやっぱボールに力あるしさ、うん、まあ、非常に、なんていうのかな、ポテンシャルは高いよ。うん、だからこのピッチャーがローテーションに入ってきたっていうことはやっぱり一つ心強さになるかな、うん、まあ、先発ピッチャー藤井がいなかったりだとかさ、はい、まあ、そういうことを欠けてる人間もいるから、うん、だからスチュワートがしっかり投げてくれればね、うん、いいっていうことと、その大関が、うん、まあ、病み上がりで帰ってきてくれたという、はい、まあ、立ち上がりちょっとね失点はするものの、うん、それ以降ずっと抑えてくれるというね、うん、だからピッチャーもソフトバンク揃いつつあるし、はい、またね、うん、まあ、バッティングの方も柳田が6月の頭の方はあまり機能しなかったんだけども、うん、まあ、近藤と絡めばいいのになと思ったら今日は柳田を打ってなくて今度が打つとかね、うん、だから非常にいい循環をし始めてるなっていう感じがした、うん、まあ、そういう3連戦でした。はい、はい、でオリックスロッテ、うん、宮城山下俊平太、うん、はい、佐々木朗希小島、うん、もうこれガチンコだよね。もうガチンコ、どっちが勝つかだよ、ね、本当に。でなんていうの、宮城と佐々木朗希、宮城は、うん、そのやっぱり意識しないって言ったら嘘になると思うんだけど、うん、意識したことが力に変えたよね、うん、で佐々木朗希は意識することが力みにつながって、ワイルドピッチも非常に多かったね。ちょっとね、うん、今までもちょっとそこの部分がね懸念されてたけどね、うん、だけどそのまあ佐藤ね、うん、キャッチャーマスクバッテリーを最近組んでるんだけど、よく、うん、止めれるボールも確かにある、なるほど、うん、でも止めれないと勝てない、うん、やっぱりその止めれなくてね、塁を先に送られてそれでヒット打たれて、それがまあタイムリーにはならなかった、藤原のエラーになって1点を失うとかね、うん、まあ、そういうことだったんだけども、やっぱりこう、まあ、この日佐々木朗希が2つのエラーもしてるしね、うん、ちょっと力んでたなというようなね、同い年の対決でね、うん、やっぱ負けれないというか ね、うん、でも、もう宮城はやっぱ見事だったね、ひょうひょうと投げてますね、その本当に意識する。それを楽しみながらなんかこう力に変えていったというね、うん、なんか対照的な雰囲気だったなっていうような感じがするんだけどもね、なるほど、だけど2人に勝敗はつかず、うん、
平野が出てきて同点にされ、ね、森のサヨナラホームランで勝つというね、でロッテは、まあ、2対1で負けるという、はい、やっぱロッテは佐々木が投げた時は必ず勝たないと、やっぱ苦しい、これからも苦しくなってくるよね、はい、で2試合目は山下俊平対小島、10対0なんだけど、この試合はやっぱこうホームラン、まあ、杉本のランニングホームランとかね、はい、ありましたね、とかあとは頓宮とかね、まあ、ホームランを打つわけだけども、はい、この 2連戦を見た時に、やっぱり初戦もそうだけども、はい、ホームランで決まるそういった試合がすごくこれからも多いんだろうなっていうようなところで、やっぱロッテが、はい、やっぱちょっとホームランという意味ではちょっと少ないなっていうような感じがするよね。まあ、ポランコ山口っていう打てるバッターたちはいるんだけども、はい、なかなかやっぱりいいピッチャーがから打てない時に、まあ、どうするのかなというね。だから春先本当に良かった時のロッテを思い出すと、足を絡めたりだとか、あんまりホームランはなかったんだけどその時も、だから繋がったりだとかいろいろしてたんだけどもね、だけどなかなかやっぱ繋がりが悪くなったなってきたりだとかすると、やっぱこう一発っていうのは恋しくなるよね。なるほど、だからそういうホームランとかね、まあ、そういうものがやっぱこの2連戦は勝敗を分けてしまったかなというね、まあ、だからといってロッテホームランは欲しいなって言っても急に打てるもんじゃないけどもね、でもやっぱりロッテはこう繋いでいかなきゃいけないんだろうなっていうふうに思うけどね、はい、はい、でもやっぱ宮城、山下俊平太、佐々木朗希、小島、やっぱ投げると面白いよね。まあ、1戦目はパワー系のピッチャーをロッテが立ててきて、まあ、どちらかというとこう技巧派というかね、宮城をぶつけた、2戦目はオリックスが山下俊平だという、ね、速球派を当てて、ね、ロッテは逆に技巧派を与えるという、だから本当に対照的なピッチャーのこう入れ替わりだったんだけど、まあね、オリックスが連勝したということで ね、はい、はい、はい、うん、ということです。はい、ね、はい、で最後西武対日本ハム、那覇セルラースタジアムでやりました、はい、ね、この試合、平1試合目、2試合目与座、はい、で日本ハムが伊藤、上原、はい、3人沖縄出身のピッチャーを先発させてくるんだよ、あの伊藤投手だけね、北海道で ね、全く、はい、南と北で、はい、で、まあ、一勝一敗という星を分けるわけだけども、平良かったね、ねえ、よかったけど、それを砕いたのが、4番清宮、バットの先端、先っぽでセンター前に持っていき、次の初球、万波が外のスライダー、もう本当にいいところだよ、だけど万波届くんだね手がそれとやっぱりリストの強さかな、まあ、バネがあるというかさ、ちょっとボールが高かったんだけど逆転のツーランを打つというね、あれは見事だったけども、でも2対1で勝利をしていく日本ハムの選手たちの姿を見てるとやっぱたくましくなってきたなと思うもん、それと伊藤もね、やっぱもうピンチもあったけども、もう最小失点に抑えながら、まあ、頑張るというね、まあ、そういうところも見せてくれたし、ね、まあ、この試合沖縄の投手は勝てないんだけどもまだね、未だに沖縄で、北海道の選手が先に勝っちゃったみたいな、ね、それを伊藤が知ってたという ね、 そうですね、あのインタビュー、ヒーローインタビューの時にね、そうだな、そういう話ありましたね、そうだね、うん、いやだからまあね、こう、まあ、九州には残るわな、ね、で沖縄の人たちの印象っていうのはやっぱ北海道の人が勝ったっていうのがさ、ね、雪国の人が沖縄の地で勝ったっていうのはやっぱこう記録に残るかなっていうふうに思うよね、はい、はい、で2試合目が2対0で西武が勝つ、ね、外崎、はい、おかわり君、
ね、打ってあげましたよ。はい、で2点をそれでタイムリーヒット2本で2対0を守り抜いたという。伊さんも良かったね。最初はねピンチばっかりだったんだよ、うんうん、でも4回ぐらいからね立ち直って自分のテンポを掴んでからはやっぱ味のあるピッチングをしてたね、うん、で上原、はい、これがまた輪をかけたように良かったねなんかみんなやっぱ力をもらうね沖縄で、うん、ねえ、やっぱこう応援が背中を押してくれるというかね。やっぱここもねと、独特というかね、特別な場所なんですよね、うん、まあまあそうだね、うん、だけどこの2人が投げてるようでは、うん、やっぱ決着がつかないぞっていうような感じで見てたよやっぱり、うん、2人とも7回、うん、ねえ、そうだね。上原投手は92球4安打9奪三振1つのフォアボール。中田投手は83球3安打、うん、4奪三振、うん、ちょっとフォアボール2つとデッドボールが1つでしたが、ねえ、だけど変わった途端にゲームが動くんだよね、うん、不思議と ね、うん、まあ一勝一敗というね痛み分けということなんだけども、うん、はい、ね、だけどこの試合で、うん、やっぱり沖縄の投手は勝てなかったという、うん、でもね素晴らしいパフォーマンスは3人平、与座、上原、うん、見せてくれたと思うんだよね。本当ですよね、うん、だから、うん、その平、はい、言い忘れたけども、うん、先発して1試合だけ今シーズン1試合だけクオリティスタートはできなかったんだよ、うん、だけどあとの全部全試合クオリティスタートを続けてるんだよ、ね、うん、だからこれもね見事な記録だと思うよ、うんうん、ただね先に失点をしてしまうことのケースが多々あるんだよね平は、うんうん、それさえなくしてくれたらもっと勝てるかなって思うよね。うん、まあ、今でも勝てないピッチングは全然してないんだけど、はい、もう勝てて当然なんだけどもね、うん、まだまだ良くなるピッチャーだね、うん、はい、という、まあ、2連戦でした、はい、ね、はい、あらら、あらあら、置いていかれないようにねって何あらあら、何が置いていかれるのっていうのは、ね、うん、いいですか。ソフトバンクとオリックスはい、はい、この状態は2つも上がってきた、うん、ね、うん、このままだと、うん、まあ、ロッテ3位につけてるけども、うん、やっぱさっき話したように、うん、やっぱこの2チームっていうのはホームランを打てるバッターが多いんだよ。でロッテにはいない、うん、ということはやっぱこの4チームの中にね、4チームの中に置いていかれるようになっちゃうという、この2チームに、はい、もう入っちゃう、入っちゃってるよみたいな、そうそうそう、うん、頑張らないと、うん、今ね、そう、オリックスソフトバンクはもう 0.5 ゲーム差で均衡していて、そうそう、ロッテはちょっと2ゲーム差、うん、まあ、そんなには空いてないですけど、でもね、この戦い方を見るとってこと、ね、うんうん、ちょっと置いていかれる可能性があるよって、うん、ね、だからちょっと頑張りなさいみたいな、みたいな、うん、でね、この次のカードは、うん、上位3チームと、うん、下位3チームがやっぱ当たるのよ。日本ハムとオリックス、はい、西武とソフトバンク、はい、ロッテと楽天、はい、うん、ね、だからここで上位のチームは星を落としちゃいけないし、やっぱこういうチャンスはないからね。何か起こるよう考えますか。上をね、食らいついていかないと、はい、起こすとしたらここだよ、日本ハム、オリックス、オリックスに、あ、やっぱ戦いにくいと思うよオリックスは、うん、ね、ね、まあまあね、楽しみだよね、はい、明日からもうすぐ行われるから、ほんとほんと、はい、お天気がね、まだ梅雨なんで、まあ、ちょっと心配だけどもね、うん、はい、まあ面白い試合がね、本当に続くし、うん、まあ今日の伝え方が物足りない、ちゃんと前に戻せっていうようなことが意見があるんだったらコメントなんで、書いておいてください。まあ今日のはすっきりして分かったよっていうのはね、それもそれはお褒めの言葉で言っといてくれれば励みになります。どっちも言っといてくれって、まあまあそうだね、はい、はい、ということで、ということで、はい、ね、また明日からね、楽しみです、はい、はい。